まさかまさかの前後編に分割してお送りするとは当初考えておりませんでしたが、時間的なものから分割してお送りすることにいたしました。どうも。後編においては、最初に作成することができるツールの種類の紹介、各種文字フィアをご紹介していく予定です。それでは引き続きよろしくお願いいたします。まず、序盤で作成することのできるツールは、ソード、デオノ、カマ、マトック、ツルハシ、の5種類となっております。また、ここで作成したツールに関しては、修繕して再度使うことが可能となっておりますので、一度作ってアンビルでその都度エンチャントを維持するために経験値を消費したりなどはございません。必要なのは修理する素材だけ。それで好きにカスタマイズしたツールを使い続けることが可能なのです。それでは、ツールの紹介に移りましょうか。まず最初に紹介するのはソード。至ってシンプルな件でございます。必要となるツールパーツはスモールブレード、ツールロッドが2個で作成することができます。ツールの機能性としましては、バニラの件と同じ仕様になっております。これまで通りに使っている件に色々な機能を追加していくことができるので、使い分けするのも一向かと思います。次に紹介するのはハンドアクス。デオノでございますね。バニラにあるオノと全く同じように使うことができますが、強いて言うなら、モディファイアーをカスタマイズできる分、こちらの方が使い勝手がいいでしょう。石ツールくらいのお手軽さでダイヤツール以上の採掘速度も夢じゃないですからね。さて、そのお隣にあるカマは見慣れないツールですね。こちらのツールはバニラでいうハサミとクワが合体したようなツールです。なので、羊から羊毛を回収することができますし、葉っぱブロックや草ブロックを破壊すると回収することができます。ついでに土ブロックを耕して高地ブロックにすることもできるというツールです。鉄インゴットを入手せずとも羊から羊毛を回収することができるのは、とても魅力的に感じませんか？お次に紹介するこのツールも見慣れないツールになりますが、こちらはマトック。バニラのツールで言うならばショベルに当たるツールですね。なので、草ブロックを舗装して道にすることができますし、土や砂、砂利ブロックを回収するのが得意なツールです。バニラのショベルと違う点は木材系のブロックの回収も得意だっていう部分だけですかね。その次にご紹介するのは、こちらも見慣れすぎたツールのツルハシでございます。このツールがなくてはマイニング作業もできませんから、とても重要なツールですよね。バニラのツールと同様に扱うことができますが、バニラのツルハシになくて、こちらのツルハシにある違いは、防御力貫通の攻撃力。でしょうかね。貫通ダメージに特化したツルハシを作成して、シャルカーを問答無用で叩き潰すというのも面白いかもしれませんね。そして、この作成したツールの最も素晴らしい点は、修理することにより再利用が可能だという点ですかね。ゲンカーステーションかゲンカーアンビルにてツールヘッドに使用されている素材で修理することができます。手元クラフトでも修理を可能にする修理専用のツールパーツを作成することも可能ですね。さて、最初の段階で作成できるツール。そして、利用可能なツール素材のご紹介が完了しましたが、ここまででわからないことがございましたでしょうか？ここはまだまだ序盤の素材だけなので、利用価値がない、と思ってしまう方も中に入るかもしれませんね。そういう方は、次回以降で紹介するであろうツール素材から、利用する素材を選んでみてください。さて、次に紹介するのは皆様お待ちかねモディファイアーの紹介のお時間がやってまいりました。目次の数からも見てわかるように、とても種類がございます。お気に入りの文字フィアがこの中から見つかればいいですね。まずはジェネラルアップグレードの項目から紹介していきましょうか。この項目では耐久値に関連するような文字フィアが多い印象があります。最初にご紹介するのがダイヤモンドですが、こちらの文字フィアは耐久値を強化します。一応、攻撃力や採掘速度も上昇しますし、採掘レベルも上昇するので、便利な文字フィアになると思います。全体的に強化するといっても具体的に見てみなくてはわかりにくいでしょうから、実際に強化したツールとそうではないツールを比較してみましょうか。ダイヤモンドが適用されているかどうかの違いをすべて木材のツールで見比べてみましょう。ダイヤモンドを適用するとこのようになります。まず、ズラギートイが500増えました。攻撃力、採掘速度も1上昇しておりますし、採掘レベルもウッドからダイヤモンドに上昇しておりますので、序盤で入手できる素材をメインに組んだツールには、ダイヤモンドを組み込むのが良さそうですね。しかし、後半で入手できる強力な素材との相性は微妙な印象を抱きます。そういった後半の強力なツールの耐久値を強化したい場合はこちらのエメラルドがおすすめとなります。こちらは巣の耐久値の半分を上乗せするという仕様になっております。木材ツールにエメラルドを適用したものと上位素材ツールにエメラルドを適当したデータを表示いたします。巣の耐久値が高い方が恩恵を得ることができるというのが見て取れるかと思います。ちなみに採掘レベルに多少の補正はかかるものの、採掘速度や攻撃力の補正には関与しないので、そのあたりはダイヤモンドとの違いにも当たりますね。耐久値を強化したい時に、ダイヤモンドを利用するか、エメラルドを利用するかの判断は、ツールの耐久値が1000を超えるか超えないかを基準にするといいと私は思ってます。お次にご紹介するモディファイアーはエクペリエンス度。こちらのモディファイアーはブロックを破壊した時や、モブを倒した時に得られる経験値にブーストをかけるものになってます。
例えばエンダーマンを討伐した際に得ることのできる経験値がこちらですが、エクスペリエンス度を適用したツールで倒した場合、このように変化していきます。ルグ1ではそこまで大きく増加しておりませんが、レベルが上昇するにつれて得られる経験値量は増えております。またこのモディファイアーのレベルは5で上限となっております。経験値トラップの処理用のツールなどにこちらのモディファイアーを組み込んでおけば、あっという間に経験値を確保することが可能ですね。また幸運を併用してのツルハシなどに組み込むのも、鉱石破壊時の経験値が増加するのでおすすめだったりしますね。お次のモディファイアーの紹介に移ります。お次に紹介するのはソウルバウンドというものになります。このモディファイアーはプレイヤーが死亡した時に効果を発揮するものとなっており、死亡しても落とすことなくツールを所持したままリスポーンすることができるというものです。愛着あるツールを死亡した時にロストしてしまうという事故を避けたいのは、皆さん共通の懸念事項だと思います。遠征する時などにこのモディファイアーをセットしたツールを持ち歩くようにするというのも非常にいい方法かもしれませんね。ただ、節のトーテムが必要となってしまうので、ちょっとコストが高いかも。襲撃などをトラップで効率よく処理できるようにしていれば、コストも気にならなくなるのかもしれませんけどね。さて、ここまでジェネラルアップグレードのカテゴリーの紹介をお送りしました。お次はハーベストアップグレードのカテゴリーの紹介に移ります。英文の部分の翻訳はよくわからないので適当に流していきます。私には英文はよくわかりませんので、ご存知の方お願いします。ハーベストということは採掘、採集に関連するモディファイアーなので、ツルハシやマトックなどに設定するものが多そうですね。ということで最初にご紹介するのが、ブラスティングというモディファイアーです。必要となる素材が火薬ということですが、ちょっと効果がわかりにくいんですよね。爆発耐性が低いブロックの採掘速度が上昇する、という効果のモディファイアーなので、ツルハシにセットするより、ハンドウノやマットクケに設定した方が良さそうなモディファイアーだと私は思っております。比較として、ブラスティングがルブ5のツールとそうではないツールで比較してみましょうか。ツールパーツの構成は全く同じものなので、採掘速度は全く同じですね。まず、ブラスティングが適用されていないツールでネザーラックを採掘してみましょうか。可もなく、不可もなくといった速度で、ごく普通の石ツールの速度ですね。で、ブラスティングが適用されているツールですと、はっきりとわかるように採掘速度が爆速でしたね。ただ、爆発に対する耐性が高いブロックにはこの速さが適用されないので、要注意です。爆発耐性がある程度あるブロックを掘ろうとすると、採掘速度に対する恩恵が弱くなっているのがわかるかと思います。なので、このモディファイアーが輝くとするなら、マットク系やハンドウノといったツールに適用した方がいいと思えちゃうんですよね。あくまで個人的な感想ですけども。その次のモディファイアーはヘイストです。効果は採掘速度を強化するというもので、それ以上でもそれ以下でもありません。なお、ゲンカースコンストラクトさんからは攻撃速度も一緒に速くなるようになっておりますので、攻撃速度を速くしたい場合にもヘイストをセットするといいでしょう。比較するまでもありませんが、ヘイストを最大までセットしたものとそうでないものも比較してみましょうか。パーツの構成は同じもので、片方は最大であるルブ5のヘイスト。もう片方は何もセットされていない状態ですね。まずは何もセットされていない状態のツールだと石ブロックの破壊速度がこんな感じ。石ツールで掘るなら、見慣れた速度だと思います。それではこのツールにヘイストを最大までセットした場合、どうなるのかを見てみましょう。ちなみにセットする上限がレベル5までなのは、大体のモディファイアーに当てはまるようです。あからさまに早く破壊できるようになっておりますな。石のツールヘッドでこの速度が出ていれば、さらに上等な素材だともっと早くなることでしょう。モディファイアーをセットするのに悩んだら、雑にこのモディファイアーをセットしておけば困ることは少なそうです。攻撃速度の上昇も参考までに見てみることにしましょうか。ツールは攻撃速度が遅いツールにヘイストを適用したものと適用していないもの。ツールパーツの構成は同じものにしております。まず、ヘイストが適用されていないツールで攻撃してみましょう。攻撃の間隔がなかなか長く感じますね。それでは、次にヘイストを適用したツールで攻撃してみることにしましょう。バニラのソードくらいの攻撃間隔に近づいた気がしますね。というわけで、攻撃ツールにもヘイストを付与するのは無駄なことじゃなくなった。というのがわかりました。さて、お次にご紹介するモディファイアーはハイドロイックというものになります。このモディファイアーは水中で効力を発揮するものですね。水中において採掘速度が上昇する、というモディファイアーになりますから、海底神殿の解体や領海での氷山解体に役に立つことでしょう。それでは水中における速度の違いを見比べてみましょうか。モディファイアーのないツール、ハッセを最大までセットしたツール、フィドラウィクを最大までセットしたツールの3種類でお送りします。この3種類のツールパーツの構成は全く同じものにしております。なので、モディファイアーの違いによるものを比較できるでしょう。まずは何もセットしていないツールで水中の石ブロックを破壊してみましょうか。息が続く限り採掘してみましょうか。奥行き5マス、高さ2マスの範囲を破壊するのはこのツールだと厳しいでしょう。
ものの見事に息が続かなかったので、ここまで。水中採掘は本当にめんどくさいですよね。お次に挑戦するのはヘイストを最大限まで強化したツールで挑戦してみましょうか。この速さであれば、水中でもそこそこの速さを期待できそうですね。何もセットしていないツールと比較するまでもなく、目に見えて速い速度で採掘することができてますね。ここまで採掘速度に差が大きくなっていれば、ある意味当たり前ですかね。それでは最後にフイドライクを最大まで強化したもので採掘してみましょうか。どれほどの違いが出てくるか。楽しみです。おっと、これは予想以上の速さですね。比較するまでもなく、水中においてはヘイストよりもハイドラウィクをセットした方がいいことがわかりますね。水中での作業に特化したモディファイアーの存在はありがたいですね。沼地での粘土回収もこれのおかげで非常にはかどりそうです。さて、お次にご紹介するモディファイアーはイライトスピードというモディファイアーになります。こちらもちょっと変わっておりますね。ライトという名前の通り、明るい場所であれば速くなる。というもので、暗い場所では効力を発揮しないという部分では、地上での整地作業に向いているモディファイアーだと思います。比較してみましょうか。左側の動画が通常のツールのもの。右側の上が明るい場所で右側の下が光奴隷の場所で採掘をしたものですね。ツールパーツの構成は同じものを採用しております。個人的な感想を述べるのなら、微妙なラインかな、と思ってます。地上での整地はそこそこ速くなるかもしれませんが、ブランチマイニングでは採掘速度にばらつきが生じる部分もありますからね。光源を自動的に設置してくれるようなアイテムを併用すると、活躍するかもしれませんね。お次に紹介するのはマグネティックというモディファイアーになります。このモディファイアーの効果は近くにあるアイテムを吸い寄せるというものです。先に宣言しますが、かなり便利なモディファイアーに分類していいと思っておりますね。自動的にアイテムを吸い寄せるツールを他に用意していれば、不要になってしまいますが、最大レベルまでマグネティックを搭載したツールであれば、8マス先のアイテムを吸い寄せることができるので、高所での作業中に誤って落としてしまうということも少なくすることができるでしょうね。吸い寄せるタイミングのスイッチとしては、ツールで何かを破壊したとき、モブにダメージを与えたとき、が吸い寄せるタイミングになります。雑にヘイストとマグネティックでいいんじゃないか、そう考える人もいるでしょう。私もそう思ってます。さて、これでハーベストの項目の紹介が終わりました。お次は武器に付与するためのモディファイアーのご紹介となります。そうそう、ここで紹介しているモディファイアーですが、一部、このマテリアルス&ユーに記載されていないものがございます。そのあたりの紹介は後々まとめてご紹介しますので、しばしお待ちください。攻撃性能に関するモディファイアーもそれなりにバリエーションがございます。まずはフグを適用するとアンチアクアティックというモディファイアーになります。水中にいるモブに対して効果を発揮するということで、主にお魚やガーディアンに有効ですね。ツールパーツ構成が全て鉄製のソードでガーディアンを殴ってみて比較してみましょうか。まず、何も適用していない状態のソードだと5回攻撃して倒すことができます。これがアンチアクアティックを最大まで適用した状態になりますと、この通り、2回でガーディアンを倒すことができました。他に攻撃性能に関連するモディファイアーを適用すれば、一撃で倒すのも夢ではなさそうですね。海底神殿の攻略を行うときは、このモディファイアーを付与した武器で挑みたいところでしょう。お次に紹介するのがベインオブ 5S。正直なところ、どう読んでいいのかが分かっておりませんが、以前までは雲特攻のモディファイアーでした。この名称に変化してからは能力もちょっと変わってますね。雲を攻撃した時に移動速度低下のデバフがつくようになっております。しかし、所詮は雲なので、最大まで強化していれば、大体一撃で倒すことができると思います。ああ、そうそう。クリーパーに対してもダメージボーナスが適用されるようになってますね。なので、雲とクリーパー特攻というイメージでこのモディファイアーを活用していけばいいのでしょう。クリーパーに対しても強力な一撃を加えることができる。今までの虫特攻エンチャントにはなかったので新鮮ですね。お次に紹介するのはクーリング。このモディファイアーは炎をまとっているようなモブに有効ですね。ブレイズやマグマキューブといったモブに対してダメージボーナスが入るようになるので、ネザーの探索時に、このモディファイアーを付与して探索に挑むのが良いでしょうね。ただ、一般的なモブに対してはダメージボーナスが適用されない。というのは把握しておいた方がいいでしょう。あくまで、このモディファイアーでダメージが増加するのは火炎耐性を持っているかどうか、というのが判断基準になっているらしく、ウィザーにも適用されていたりします。つまり、対ウィザー用の武器に搭載するというのも選択肢になり得るということですかね。モッドで追加されるモブでの判断基準は溶岩に触れても燃えないモブ、というのが基準。溶岩から生まれてくるモンスターなどにはおそらくこのモディファイアーは有効かと思います。バニラでこのモディファイアーが有効なのは次のモブですね。
エンダードラゴンに関しては殴った時にボーナスが適用される特有のエフェクトが発生していたので、それで有効としておりますね。ちなみにウィッチが火炎耐性のポーションを飲んだ後にクーリングの効果が適用されるかも試してみましたが、ダメージボーナスは適用されませんでしたね。火炎耐性を持った敵には霊気。そしたら、その逆の炎にまつわる能力はありますか？もちろんございます。こちらのモディファイアーは当初から存在しております。こちらの能力は攻撃を加えた対象に炎上ダメージを与えるというもの。火炎に弱い敵に有効なのはもちろん、牛や羊、豚などにこのモディファイアーが付与されたツールで殴れば加熱調理が完了しますね。モディファイアーのレベルによって炎上時間が決定します。レベルごとに1秒追加。最大まで強化したら5秒ほど燃えたままになるので、なかなか強力ですね。さて、お次に紹介するのもバニラのエンチャントに存在しておりますね。ノックバックでございます。効果の方はエンチャントのものと同じように攻撃した時に対象を大きくのけぞらせるというものですが、実はノックバックの効果をデフォルトで持っているツールもありますね。マトックにはノックバックのレベル1、上位ツールに当たるエクスカベーターにはノックバックのレベル2が付与されております。それぞれのツールにこのノックバックを最大まで付与すると、すごく吹っ飛ばせるようになるので、自衛のツールとしてポテンシャルがかなり強力なものにすることができそうですよね。以前のバージョンにあったフライパンを思い出しますね。このバージョンにもそのうち来てくれることを期待しております。さて、過去の干渉に浸っている場合ではありませんね。お次のモディファイアーの紹介に移ります。お次に紹介するのは、ネクロテック。ネクロテックボーンのトレースにもなっておりますね。説明を見た感じ。このモディファイアーのレベルは攻撃した時の回復するかの確率につながっているようですね。レベルが高ければ回復しやすい。というだけで、回復量にはさほど影響しないみたいです。つまり、以前まではネクロチクガン済みであれば、殴れば即大回復、というのがなくなってしまいました。運用してみて、攻撃によって与えたダメージの半分を一定確率で回復、という仕様になっているみたいなので、攻撃力もある程度必要になる、という印象でしたね。お次に紹介するのはピアシングというモディファイアーです。このモディファイアーは鎧などの装甲貫通に関連したものになります。ツルハシにもデフォルトで付与されておりますので、ツルハシに攻撃力を付与したりして、シャルカーは利用のツルハシを作成するというのも面白いかもしれませんね。私はサバイバルで組み込めるモディファイアーの組み合わせで試した結果が、4回で倒せるくらいのダメージまでは確保できましたが、別の武器系ツールだと2撃で閉じこもったシャルカーを倒すことができました。ただ、もう少し改良を加えれば閉じこもった状態でも1撃で倒せそうな気がしますね。なんとかして追加ボーナスのモディファイアーを見つけておきたいかもしれませんね。ああ、この場合、隣のページに記載されているシャープネスのモディファイアーもしっかりと適用している状態であることを説明しておきますね。シャープネスは単純にツールの攻撃力を強化するというモディファイアーですね。明確に相手にするというのがない場合であれば、このシャープネスを適用しておくのが無難でしょう。このシャープネスに他のダメージボーナス系のモディファイアーを組み合わせることで、超強力な武器を作り出せるといっても過言ではないでしょう。エンダーマン系に大ダメージを与えるようなモディファイアーないかな。そして、ゾンビやスケルトンといったアンデッドに強力な一撃を与えることのできるスマイト。こちらもエンチャントにありますが、モディファイアーにもしっかりと存在しております。スマイトに必要となっていた素材が変化しており、以前までは専用の土ブロックでしたが、今回からは金スイカに変化しました。わざわざ専用のアイテムを用意する手間が消えた。という点では、こちらの方が私は好みだったりしますかね。ポーションの素材として金スイカはかなり使いますから、いろいろとはかどります。さて、皆様はこの攻撃関連のモディファイアーで、どのモディファイアーが好みに合致しますかね？私は状況に合わせて、専用のツールをこしらえるので、そこまで思い入れは分かれたりしませんけども。お次にご紹介するのはスロットに関係なく付与することのできるモディファイアーを紹介していきます。片方は有用ですが、片方はそこまで意識しなくてもいいかもしれませんがね。あまり意識しなくてもいいかもしれないのが、オーバースライムというモディファイアーですかね。こちらのモディファイアーはスライムに関連するものであるのは間違いないのですが、いまいちよく仕様が分かっていない部分がありますが、このモディファイアーの一番下の文章中にデバフ、という単語が出ているので、おそらくあまり良い効果をもたらすものではないかと思ってますね。個人的には耐久値のバーがオーバースライムのバーで隠されるのでこのモディファイアーは好みではありません。その次のワールドバウンドはかなり有用なモディファイアーになります。実は皆さんティンカースコンストラクトのツールが今回から溶岩や火炎で消失するようになっているのはご存知でした？そのため、以前のバージョンのように溶岩の上にツールを投げ込んだりすると、ツールがウサギのように跳ね回ったりしなくなり、溶鉱炉に親指を立てて沈んで消えてなくなってしまうようになったわけですね。このモディファイアーは、ツールが溶岩や火炎で消えてしまう、というのを無効化するというモディファイアーになります。なので、溶岩などでツールを消失する事故を防ぎたいのであれば、このワールドバウンドを付与するといいでしょう。
さてさて、ここから紹介するモディファイアーはとっても重要かつ、ここからのティンカースコンストラクトにおいて絶対に手放してはいけないレベルのモディファイアーになります。要するにアップグレードのスロットを拡張することができるというモディファイアーでございますね。無限資源にできるのであれば、これらの確保はかなり重要になってくるでしょう。まず、レコードを素材とするハーモニアス。レコードは瀕死のクリーパーにスケルトンがとどめを刺せば入手できますね。次にモブヘッドを素材とするリキャプテイゼット。これは今後紹介するツールでドロップしやすくすることができます。モブヘッドはティンカースコンストラクトで入手しやすくなるけど、あまり気味でしたので、ちょうどいい消費先が増えたという印象を私は抱きました。次にエンドクリスタルを素材にしたレジュレクテッド。こちらはガストの涙がネックとなりますが、それが解消できれば量産できそうですね。とある環境に置かれていたマインクラフターは、ネザースターがエンドクリスタル作成に必要だという認識になってしまいますが、この環境ではそのモッドの影響を受けてませんからね。そして、最後に紹介するのは、ライタブル。紙パーツに付属していたトレイツは紙パーツの消滅とともにモディファイアーに変化しております。必要となる素材はフォントハネペン。本もティンカースコンストラクトで作成することが簡単になっておりますので、こちらも用意するのが簡単な素材だと思いますね。モディファイアースロットの拡張はかなり重要になりますので、なるべくなら、これらのアップグレードは簡単に行えるようにしたいところ。といった感じで、マテリアルス&ビューの大まかな紹介は以上となります。最後に次回にご紹介する次のチュートリアル本について記載しておきましょうか。それがこちらになります。左のページに記載されているのは、漆喰と本を組み合わせて作成することのできるチュートリアル本。右側は天空に生成されるスライムの島で入手することが可能なスカイスライムのスライムボールと本を組み合わせて出来上がるチュートリアル本となっております。次回の紹介予定は左側のチュートリアルになりますね。右側はその次に予定しております。次回はスネルテアイに関連した情報、鑑識精錬度について取り上げていきますので、よろしくお願いします。それではここまで長々とご視聴いただきありがとうございました。